人間、靴なんかなくたって生きていける。もともと裸足で生まれてきたんだから。ただ人の靴を取っていじめるようなやつは最低だ。そんな最低な連中のせいで泣くことはない。じゃあな。大きすぎてかえって迷惑か。さてと、ここらでちょいと一休みといきましょう。サンドイッチはどうです？ちゃんとワインもありますよ。あとうまいチーズが。いや、私にはそんな時間は。まだ日が高い。国境越えは暗くなってからの方がいい。私は人を撃った。先月ミュンヘンで初めて人を撃った。おそらく彼は死んだ。それまでは手が震えて狙いも定められなかった。でも一度撃ったら手の震えが止まったんだ。そして私はこれからまたもう一人撃たなければならない。私はもう医者じゃない。エルベ川に釣りに来るたびに私は思うんです。うちの子にもここで釣りをさせてやりたかったってね。亡くなった息子さん、こんな大きいマスが釣れるんですよ。あの子は釣りの楽しみも知らずに死んでしまった。あの時もしあなたのような医者が近くにいたら、あの子の命は助かって。あの山を越えればチェコの国境です。そこを越えて林道に出たら車を拾えるかもしれない。私はここらで駅に引き返します。ありがとう。本当に助かりました、グリマーさん。幸運を祈ります、ドクター天馬。じゃあまたどこかで会えたらピクニックしましょう。ドクター天馬。誰だっていろんな罪を背負ってる。その罪は消えない。でもやらなきゃいけないことがある。あなたなら全てを知っているはずだ。何をしようとしていたんですか、旧東ベルリンのあの場所で。あの511キンダーハイムでモルモットのように扱って楽しいですか。1985年に511キンダーハイムは消失しています。噂じゃ施設の子供同士が殺し合ったっていうじゃないですか。どうやらあなたの任期中の実験データだけはそっくり残っていそうですね。あんたは危険なところに足を踏み入れている。どうなっても知らんぞ。今度は脅しですか。私は別に怖っ。おじいちゃん、帰りが遅いから迎えに来たよ。誰そのおじさん。余生は孫に囲まれて穏やかな生活か。友達にあんなひどいことをした人間が。
はい。誰？ペドロフ様からお届け物です。ペドロフ、ちょっと待ってて。おお、景色が悪い角部屋だけどね、こういう時便利なんだ。いやー、今朝早速危ない目に遭いましたよ。ホテルに妙な男たちがやってきてね。また違う子だ。一人、二人、三人、四人、五人、六人。いや、ペドロフさんのお宅だよね。なんてことだ。同じことを、また同じ実験を。この子たちはそこで生まれた子供。そしてベルリンの壁崩壊直後、貧困の中で捨てられた子もいる。あなたはそんな子供たちを集めて、またここで511キンダーハイムの実験の続きを。あら、ペドロフさん、お客さんですか？ああ、構わんでいい。すぐお帰りだ。今晩のお食事、クネドリーキでよろしいですか？アナさんのクネドリー機はみんなの大好物だ。この実験は成功だった。続行する必要などない。何が成功だ？私の作り上げた教育プログラムは確実に素晴らしい人格を育成させたということだよ。教育？あんなもののどこが教育だ。あれはただの人体実験だ。よく考えてみたまえ。教育とは何だね。社会が要求する人間を作り上げることが教育ではないかね。どういう教育を施せば要求通りの人間を作り出せるのか。教育とは実験なのだよ。511キンダーハイム、あそこでは確かに高度な教育システムが確立されていた。あんなひどいことをしてよくそんなことが。ひどいこと？ああ、あなたが子供たちにしたことをよく考えてみろ。トップヤゴトキが上辺だけ取材したぐらいで知ったようなことを言うな。なんだその目は。子供同士が殺し合ったあの事件もあなたの実験の成果だというんですか？言ったはずだ。あれは私が院長の任から外れた後に起きたことだ。予定外の因子の出現でプログラムに狂いが生じただけだ。予定外の因子？闇だよ。憎悪、虚無、破壊衝動、どれも人間が取り組まれやすい要因だ。それらに疲れたんだよ、あの時の511キンダーハイムは。ある一人の少年の登場でね。それもあなたの責任じゃないというのか？何度も言う通り、実験は成功していた。嘘だ。511キンダーハイムの出身者には
全て共通した欠落部分がある。彼らは人を愛せない。興味深い指摘だ。さあ話はここまでだ。お引き取り願おう。もう私に構わんでくれ。いえ、チェコはもう民主国家ですよ。警察に通報します。あなたはこの国で孤児院を経営する資格は持っていない。ここは無認可だ。私が通報すればあなたは逮捕されますよ。取引か。通報しない代わりに私の持っている実験データを手渡す。取引をしようというのか。みんな行こう。何をする気だ。そうだ、サッカーやろう。サッカー、サッカーやる。よし行こう。行こう行こう。何を考えてるんだ。お聞きの通りサッカーをしに行くんですよ。なあ、ペドロフさんに取引を持ちかけられた。でも君たちのためならそんな取引どうでもいいんだ。私が警察に通報したら君たちは自由になる。みんなあの家から出たいだろ。外はもっと自由なんだぞ。なあ聞いて。おじさんボールいったよ。辛くしているかね。ペドロフさん、あなたは511キンダーハイムと異なる教育をこの子たちに。憎悪、虚無、破壊衝動、闇に取り込まれない人間を作りたかった。どうやると思うね。愛情、全く新しい発見だったよ。ペドロフさん、それは親が子に向けるごく普通の自然なことだ。いや、実験だ。超人シュタイナーって知ってますか。60年代に西ドイツでテレビ放映してたアニメーション、東ベルリンでもこっそり見ることができました。
主人公は普段ひ弱なやつでね。でもそいつが窮地に陥ると必ず助けてくれるんだ。秘密の友達がね。でもその主人公は気がついてないんだな。その秘密の友達が自分自身だってこと。主人公は絶体絶命のピンチになると見るも恐ろしい超人シュタイナーに変身するんだ。主人公が気がつくと悪党どもはズタズタにされてるんだ。懐かしいな。スーク、スーク、スーク。優勝を外してる。テープ、テープはここにはない。モモンストロム。あなたは、あの時の超人シュタイナーが俺の中のもう一人の俺が、俺は511キンダーハイムの出身なんだ。に集まったかい。今日はどんな冒険が待ち受けているだろう。君のピンチに陥ったら私の名前を呼んでくれ。いつでもどこでも私が助けに行く。無敵の超人シュタイナー、どんな悪事も許さない。その名は超人シュタイナー。今回は部下が手荒な真似をして申し訳なかった。指揮系統の手違いで意図しない事態になってしまった。我々は今大変な誤解を受けている。君らにも世間にもね。あたかも殺しの集団のようにね。スークは？我々の関係の病院に収容した。命に別状はない。511キンダーハイムの出身者だから。君、年齢は？あそこを出たのはいつだね。一応14歳ってことになっているが、30年前の話だ。入ったのは？さあね、多分7つか8つだろう。1963年前後だね。さあ。この子を知らないか？私の甥だ。60年代初め、私は表向きチェコスロバキア大使館の情報将校としてベルリンに駐在していた。私には妹がいてね、ドイツ人と結婚した。しかし妹とその夫はベルリンの壁を越えて亡命を図り射殺された。そしてその子だけが残った。私がサインしたんだ。話ではそこは素晴らしい環境だった。過去のある子供たちを
将来の共産主義を背負って立つエリートに育て上げる理想的な教育の場。私が511キンダーハイムにその子を入れるためサインしたんだよ。わからない、記憶がないんだ。あそこでのこと、それ以前のこと、まるで覚えてないんだ。自分の本当の名前すらね。あなたは、あなたはとんでもないものまでカニに変えようとしている。あなたの甥御さんの実験データをも含まれた資料を売ろうとしている。話がそれたようだ。この件はビジネスとして前向きにお考え願いたい。わかりました。今日のところはお引き取りいただいて結構です。今大切なのはスークの救出だ。要求を飲めば彼はスークを解放すると思います。グリマーさん、ここは、思い出した、思い出した。グリマーさん、週一回のココアが、ココアの支給が楽しみだった。僕が熱を出して医務室で寝ている時、ココアを持ってきてくれた。自分のココアをあんなに好きだったのに。美味しかった。あんなに美味しいココアは初めてだった。だから何かあいつにお礼がしたかった。するとあいつは言ったんだ。僕のことを覚えていてくれって。あの頃みんなの間で流行ってたんだ。自分のことを友達に話すんだ。よくわからないけど奇妙な授業で、毎日毎日自分の記憶が薄れていくんだ。自分の名前すら忘れそうになるんだ。だから友達に自分のことを覚えていてもらうんだ。あいつはココアが好きで、絵を描くのが好きで、虫が好きだった。でも昆虫採集は虫を殺すから嫌いだった。一番楽しかったことは両親と森に行った時だ。たくさん蝶を取った。でもあいつは帰り際に虫かごから蝶を逃がしたんだ。あいつの夢は昆虫学者になることだった。あいつの名前はアドルフ・ラインハルト。私の甥だ。人間はね、何にだってなれるんだよ。この辺りで娼婦街は終わりです。街中で美容師を見かけた人間は何人もいたんだ。引き返しましょうか。まだ中にいるのかもしれない。美容師、ミローシュ、大丈夫だ。オッケー、さあこっちへおいで。俺のために、俺の無実を晴らすために一生懸命やってくれたんだろう。もう大丈夫だ、おいで。大丈夫だ。こんな感じでいいのかな、ドクター天魔。泣いた方がいいのかな。こんな難しい感情
教わってないよ。どうした、ミロイス。お前が何を見てきたか、お前が何を見てしまったか、何を知ってしまったか。ミロシュ、聞いてくれ。お前には母さんがいない。だがな、だがな、お前が生まれてきたのには意味がある。お前は誰かに望まれて生まれてきたんだから、絶対絶対誰かに望まれて、絶対に。ドクター天馬、俺の言ってること間違ってないよな。俺今どんな顔してる。泣いています。今日超えた時の約束、またどこかで会えたらピクニックしましょう。素晴らしい景色。名前のない怪物、よく知ってるね。彼はたくさんの絵本を書いた。ヤコブ・ファロベック、クラウス・ポッペ、エミル・シェーベ、すべて同じ人物のペンネームなんだ。フランツ・ボナパルタっていう人物のね。フランツ・ボナパルタ。人間はね、何にだってなれるんだよ。僕は優秀な子供じゃなかったから朗読会から追い出された。朗読会？彼の朗読会が赤いバラの屋敷で行われていたんだ。僕はそこの生徒だった。僕には分かったんだ、彼が何をしようとしていたのか。取引だ、取引をしよう。悪魔が言いました。嫌だ、絶対嫌だ。目の大きな人が言いました。いいよ、取引しよう。口の大きな人が言いました。口の大きな人の庭は花園になりました。目の大きな人は貧しくて貧しくてお腹が空いて仕方ありません。口の大きな人は毎日楽しくて楽しくて仕方ありません。実った果物でお腹がいっぱい。だから気づきませんでした、花園が枯れていることに。二度と花の咲くことのないお庭で、口の大きな人はおいおいと泣きながらつぶやきました。悪魔と取引なんかしなければよかった。目の大きな人はお腹が空いて空いて死にそうです。ボロボロ涙をこぼしながらつぶやきました。悪魔と取引すればよかった。取引だ、取引しよう。悪魔が言いました。ヤコブ・ファロベック作、目の大きな人、口の大きな人。僕らは金曜日の午後3時になると朗読会に集まった。岩の神様は大忙し、鏡を見る暇もなく毎日ラッパを吹きます。平和の神様のラッパはみんなを幸せにします。平和の神様は大忙し、鏡を見る暇もなく不思議な水をまきます。不思議な水は緑の山を作り、畑を実らせ、お花畑を作ります。平和の神様は大忙し、鏡を見る暇もなくみんなに名前をつけます。君の名前はオット、君の名前はハンス、君の名前はトマス。
君の名前はヨハン。ヨハンはお礼に帽子を神様にあげました。神様は大喜び。その帽子をかぶった自分が見たくて、初めて鏡の前に立ちました。でも鏡に映ったのは悪魔だったのです。悪魔が言いました。君は僕、僕は君。どうしよう、この悪魔がいたらみんなが平和に暮らせない。どうしよう、どうしよう。困った神様は、どうしたかわかる？僕はわかったよ。君はわかる？この後神様がどうしたか。わかるわ。眉間に銃口を向けるの。僕を撃てよ。坊や、憎いだろう。殺したいほど憎いだろう。これじゃないのかね。いくつも死体が、まるで戦場だ。ビン、どうしたビン。大丈夫、落ち着いて。私だ。落ち着いて。さあ、銃を離して。よく覚えてないんだ。僕が撃ったんだよね。こいつら僕をいじめるから。僕が。ビン、君は。大丈夫だ。落ち着け。もう大丈夫だ、怖くない。落ち着いて思い出すんだ。誰にもらったんだい、この銃。痛いんだね。銃は相当な数ばらまいたようだがね。こんな子にまで銃を渡しているくらいですからね。ビーム、銃ってお前まさか。お前はゴミなんかじゃない。あんな連中相手にするな。お前が生まれてきたのには意味がある。あなたはそう言ってその子を力づけてきたそうですね。その子は銃を撃っちゃいない。弾は全部残ってる。ビムはあなたの教えを守り通しましたよ。偉かったなビム。もういい。何人がお前たちから銃を受け取った。これ以上私を怒らせるな。私を怒らせると大変なことに。マンゴそっくりだったんだ。何、彼は私たちの死んだマンゴそっくりだったんだ。彼は私たちのことをよく知っていた。何だろう、その彼の目的は。ええ、その通りです、ポッペさん。いや、フランツ・ボナパルタ。何から逃げようとした。私のような人間からか。
あなたの構想をもとに東ドイツに創設された511キンダーハイム。私はあそこで作り上げられた。私たちのような人間から逃げようとしたのか。私にはわかる。彼が、ヨハンと呼ばれる青年が何をしようとしているのか。そして今、それが現実にこの町で起きている。いや、私の中では彼はまだ重要参考人だ。ヨハンは私にとっては架空の人間でしかない。架空の人間。この休暇中に私を虜にしたのはこの言葉だ。実在する人物が架空の人間になるにはどうしたらいいのか。答えは簡単だ。その人間を知る者、その人間の過去を知る者、すべてを消し去ること。最終的にはボナパルタさん、あなたの絵本のラストのようになる。せっかく名前がついたのに誰も呼んでくれる人はいなくなりました。ヨハン、素敵な名前なのに。それが今この街で起きているとしたら。私がヨハンならそうするね。私も架空の人間だ。大腸に記入したノイマイヤーという人間でもなければ、ボルフガング・グリマーという人間でもない。私は誰でもないんだ。ならば共に消え去ろう。記憶を奪い、名前を奪い取った者と共に。待っていた。私はここで、ただ審判が降りるのを待っていた。死ぬことは怖くない。だが、どう償えばいいのかわからない。ただ全てを受け入れようと、ここで。待っていた、だと。死ぬのは怖くないだと。あんたがやったことがどれほどの罪だったのか。人間の善悪の根幹を破壊するということが何を意味するのか。人間の中の怪物を目覚めさせることで何が起きるのか。人間は食事をうまいと思わなければならない。休日のピクニックを楽しみにしなければいけない。仕事が終わった後のビールがうまいと思わなきゃいけない。人間は子供が死んだ時、心の底から悲しいと思わなければいけない。あんたを死なせやしない。あんたを無事にこの町から連れ出し、全て公表させる。あんたが目覚めさせた怪物の正体を世の中に明らかにするんだ。それまでは私があんたを守る。このホテルを守れ。あなたは一般市民も銃を持ってますよ。私は刑事だ。その辺の区別はつく。ああ、そうだ、グリマーさん。一仕事終えたらビールをおごらせてくれ。ええ、ぜひ。こんな人間だと思うか？私が出て行けば終わるんだろう。私が。何度も言わせるな。あんたは絶対死なせやしない。これ以上そんなことを言うなら、ここに縛りつける。ここにいるんだ。グリマーさん、言ったろ、いざとなったら無敵の超人シュタイナーが現れるって。私、実験でそういう症例を見たことがある。過度の怒りや悲しみ、強烈なストレスを与えることで、子供に別の人格が現れた。その子供たちは異様な暴力性を持ち、そのほとんどが自殺した。よくその年齢まで。見ろ、私は丸腰だ。ちょっとでいい。話を聞いてくれ。何のためにこんなことをしている。誰に命令された。お前たちが旧東側の人間だか、元秘密警察だか、お前たちが何者かなんてどうでもいい。私だってどこの何者でもないんだ。聞いてるか。自分の耳で聞いてくれ。誰の命令でもなく、自分の心で。
自分が何をやってるのか自分の心で考えるんだ。できるよな？できる。何やってんの？怖かったよ。一人でここまで来ちゃった。よかった、あんたがいてくれて。超人シュタイナー。やあ諸君。毎日あんなに夢中でテレビにかじりついて見ていたのに、最終回を見た記憶がない。さあ行こうか。やだ。あのひ弱な主人公の青年は、自分が怒りに駆られて超人シュタイナーに変身していたことに気づいたのだろうか。あの青年は幸せになったのだろうか。あの青年は、あの青年は幸せに。もう少しだ。もう少しで歩けば森を抜けた。グリマーさん。来ると思ってたよ、ドクターデンマ。隣の建物で二人、この下の階で一人、ここで一人、合計四人仕留めた。超人シュタイナーが現れたんですね。いや、彼は出てこなかった。俺が勝手に、俺自身が怒りに駆られてやっただけだ。とにかくその傷を。そうだ、忘れないうちに。これ手紙だ。ルンゲ警部から預かった。赤いバラの屋敷で見つけたらしい。彼を助けてやってくれ。その前にあなたを。俺はいい、しばらく休ませてくれ。紹介するよ。彼がフランツ・ボナパルタだ。グリマーさん。大丈夫だよ、ビム。長い雨だな。この辺りは晴れたらいいところだな、ドクター・テンマ。はい、晴れたらまたこのビムも連れてピクニックしような。うまいワインとうまいチーズも持ってな。悲しい、自分が死ぬから悲しいんじゃない。自分の子供が死んだのが今悲しい。人間は感情をなくすことはできない。感情はどこかわからないところに迷い込んでいたんだ。まるで俺宛に出した手紙が何十年も経ってから届いたみたいだ。本当の悲しみか、これか幸せか。
超人シュタイナーの最終回。きっと彼は人間に戻ったんだ。クリマーさん、クリマーさん、クリマーさん、クリマーさん。私は今この世界でわかること見つめて Yes あなたの瞳は優しさを信じて